スコット・マーフィーは、アメリカ合衆国、シカゴ出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。ロックバインド、アリスターでは、ボーカル・ベースを務める。2008年には、ユニバーサル・ミュージック・ジャパンより、日本ソロデビュー。さらにホイーザーのボーカル・リバース・クオモトのユニット、スコット・リバースとしても活動中。2015年5月から、サイビブ氏ともに、新バンド・モノ・アイズを結成。 1995年、メロディックパンクバンド、アリスターを結成、ボーカルとベースを担当した。1998年、カリフォルニアに拠点を置くレーベル、ドライブスルーレコードと契約して、全米デビューを果たす。その後、MCA レコードより、メジャーリリース。2001年、初来日。日本全国6都市を回るツアーを観光し、6都市すべてソールドアウト。 この時に、日本の文化と言語に興味を抱き、独学で日本語を勉強するようになった。2003年、初のヨーロッパツアーが遂行される。さらに、ハリウッド映画、スリープオーバーに出演し、サウンドトラックとしても起用される。2006年、その後の J-POP、カバーアルバムの前身である、Guilty Pleasures を、アリスター名義でリリース。 じわじわとロングセールスを続け、20万枚を超えるヒットとなった。2007年、エルレガーデンと共に、全国33カ所を回る、ジャパンツアーを遂行。ツアー直後にバンドを、活動を休止させる。2008年、ソロアーティストとして、ユニバーサル・ミュージック・ジャパンと契約。7月に、ソロ名義で、ギルティ・プレジャーズ・ツー・をリリース。ネム TV、スッキリ。 にてリリースまでの間を密着特集。発売日には生で演奏出演。へー、へー、へーにも出演し、サイドカバーチャンプにも出演して優勝。ギルティープレジャーズ2、ギルティープレジャーズ3、それぞれ15万枚を超える大ヒット。そして様々な有名バンドのメンバーからなるバックバンドと共にジャパンツアーを行う。8月。 サマソニ零08にビーチステージのヘッドライナーとして、東京と大阪の両会場に出演。12月、ギルティープレジャーズ3をリリース。2009年、オレスカバンドをバックバンドに従えて、東、名、坂を回る、ジャパンツアーを行う。6月、ソロ初となるシングル、バトルグラウンドスコットマーフィー VS、スコットマーフィーをリリース。シングルでは、小崎豊の、 15の夜をカバーし、レコーディングメンバーとして、実際に、小崎豊のライブバックバンドを務めたメンバーが参加し、話題となる。続いて8月、ソロとしては、最初のオリジナルアルバム、バロンスをリリース。また、2年連続で、ヘッドライナーとして、サマソニ09に出演を果たす。9月、B- と、ジャパンツアーを行う。10月28日、 J-POP のラブソングを集めた Guilty Pleasures Love をリリース。Music On TV、スッキリ、目覚ましテレビ、花丸マーケットなどの番組にも登場。NHK の j メロでは May J と一緒にレギュラーを務める。2010年、活動を休止していたアリスターが再始動。6月16日に新作アルバム。 カウントダウン2ノーウェアをリリースし、グッド4ナッシングとの東、名、坂のジャパンツアーを観光。8月25日、ギルティープレジャーズ4をリリース。4枚の日本語カバーアルバムは、トータル50万枚を突破するセールスを記録した。12月、マイケル・ジャクソンのスリラーを全曲カバーした、ギルティープレジャーズスリラーをリリース。2011年、 アニメソングのカバーアルバム、Guilty Pleasures Animation とベストアルバムをリリース。ルタオのチーズケーキのコマーシャルにも出演。2012年、ウィーザーのフロントマン、リバースクオモと、新ユニット、スコットリバースを結成。12月29日に FM802 主催の屋内型ロックフェスティバル、ラジオクレイジー。12月31日に、カウントダウンジャパン12。 13に出演。2013年3月20日、構想に5年を費やした全曲日本語のオリジナルアルバム、スコットとリバースを発売。2015年5月、細微武士、一之瀬正和、戸高健治とモノアイズを結成、ベースとコーラスを担当する。初めて来日した時、たまたま入った沖縄料理の屋台で流れていた沖縄音楽の中の一曲が、 ザブーンの島唄で参戦の音色を初めて聞いてアメリカにはないその独特のメロディーをすごく新鮮に感じ屋台のマスターから CD を貸してもらったのが日本の音楽を好きになったきっかけだったそれから方角に興味を持ちシーナリンゴやチャラスピッツといった日本のミュージシャンやロックバンドの歌をよく聞くようになった初めて見た日本のロックバンドは アリスター時代に日本に招いたニコチン。ニコチンは普段はあまり英語が得意ではないのにも、かかわらず、歌詞が英語であるということを不思議に感じたという。二組目は SXSW に出演した際に進行を深めたエルレガーデンだった。エルレガーデンのスペースソニックを聞き、日本人なのに英語で歌い、サウンドも米英の音楽をミックスしたものに、 日本のテイストを加えており、感銘を受けたという、ありがとうございます。